レ今回はウクライナ戦争をサイバー戦という切り口で読み解いていきたいと思います。 今回の戦争はですね兵士たちあるいは戦車などが物理的な戦いを繰り広げているということと同時並行でかつてない規模のサイバー戦インターネット空間でのサイバー戦が展開しているというふうにも言われています今ウクライナの戦場ではですねウクライナ軍ですとかウクライナ市民が撮影した動画 sns などで拡散していますけれども例えばロシア軍の戦車ヘリコプターなどが撃墜されるといった映像が出回っているわけなんですがこうした映像 映像というのは、ロシア軍が苦戦しているというようなことを。まあ示唆しまあ、ウクライナ軍が持ちこたえているというようなあの状況を示唆するわけなんですけれども、逆にウクライナ軍の戦車が撃破されているといった映像というのはあまり見かけません。まあ、これはですね。まあ、ウクライナ国民としては、たとえそういった場面を見たとしても撮影してですね。ネットに上げるというような。 気にはならないでしょうし、まあ、そういう意味ではウクライナ軍が苦戦しているという状況はある意味で伝わりにくいという側面があるとも言えますつまり現実をですねどの程度我々がこの戦争について把握しているのかという問題になるわけなんですが、まあ、そういう意味ではですねこの実態をどう把握しているかという意味では最も目につきにくいというのがやはりサイバー空間での戦いだと思います。 このサイバー空間で同時並行で今、この戦争と一緒に進んでいるというふうに言われるわけなんですがそこをどう理解すればいいのか今回のウクライナ戦争はもしかするとパソコン画面の中から最初始まったのかもしれませんこの見えにくい戦況を少しでも理解するため今日は特別なゲストをお招きしていますこちらの方です。 サイバーセキュリティソフトウェアを手掛けるトレンドマイクロでセキュリティエバンジェリストとして活動されている岡本克幸さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。岡本さんは普段はまあこのサイバーセキュリティの情報について発信されたり、企業向けにいろいろとこうレクチャーなどをされているということなんですか。はい、そうですね。あのネット上にどういった危険があるかというところの情報発信して、まあその対策というところにつなげていただくということをしています。はい。 さて今回の,そのウクライナの戦争ですけれども実際、サイバー空間上でもかなりの激しい戦いというのが見えたりするんですか。 そうですねあの例えば、もうあのこの実際に戦闘が始まる前の段階からさまざまなサイバー攻撃が発生しているということがまあ公表されたりしていますし、まあ、その実際に戦闘が始まった後もですね例えば破壊のプログラムがこれだけ出てきてとそういったような情報がどんどんん出てきてきいる実際、もう戦争が始まる前からそういったあの攻撃というか、まあ、システムがダウンさせられるあるいはホームページが見えなくなるとか、うん、そういった攻撃が互いにウクライナ、ロシア双方でやっているというところなんですね、はいえー、あの戦争の前はです、ね、ロシア 側から、あの、まあ、ウクライナに対しての攻撃というのが見えてきたと思います。で、はい、戦争が始まってからは、ですね、あの、まあ、ロシア側に対しても、そういったネットワークの攻撃ですとか、そういったものが、うんえー、起こっていると。 と言ってもなかなか我々ちょっと想像しにくいので、実際にこのサイバー攻撃ってどういうものなのかというのをちょっと映像であの岡本さんに説明してもらいたいと思います。はい。これなんですがど、はい、何ですか、えー、こ,こちらがですね、あのまあブートパッチという破壊するプログラムなんですけれども、これがあのまあ、えー、パソコンが立ち上がるための OS ですね。そこをまあ壊してしまうというそういった、えー、部分のプログラムになります。ああ。つまりこれです、えー。はい。はいこちらがですね、あのまあ壊した後まあパソコン立ち上がらなくなるんです。 ですけども、そこにメッセージが表示されます。そのメッセージの内容が、まあ、示しているデータの部分ということになりますね。はあ いわゆるウイルスというかそのサイバー攻撃のツールのコンピューターウイルスの中身のコードということになります。はあ、で今ちょっともう、あのー、そのブートパッチという、えー、コンピューターウイルスですね動いたところですが、はい、まあこれ表面上何も起こってないように見えますが再起、はい、もうすでに壊されてしまってますので今これ再起動します。で再起動しますともうあのー OS、Windows が立ち上がらなくなっていて、えー、今あのこのメッセージですねあなたのパソコンの方が、まあ、壊,し壊れてしまったので、まあ、お金を払ってくださいという,ような、まあ、いわゆる身代金を要求するランサムウェアというようなことの、まあ、画面ですねがこうやって出てくるという状況になっています。 つまりこういったその攻撃を受けるとこういったそのソフトウェアの攻撃を受けるとそのもうシステムがもう完全に使えなくなくるとといううことですパソコン自体が起動しなくなるので、まあ、その次に使おうとしたときにもう使えなくなってしまうということで混乱が起こるということですね。ね これが例えばその交通インフラ、電力インフラなどで使われていたとすると、もうそのシステム自体がダウンしてしまう。はい、そうですね。まあ当然あのー、そこで使われている、えー、まおこなっている作業がもうできなくなりま,ますので、でまあ例えば、えー、病院とかですとその受付ができなくなるとか、はい、カルテが見えなくなるとか、そういったことも起こり得るという。はいはい、こういったようにこのシステムを使えなくしてしまう攻撃。はい。他にもなんか攻撃のあり方ってあるんですか。 パソコンのシステムを壊す攻撃と同時にまあネットワーク越しにまあ攻撃して例えばウェブサーバーを使えなくさせている攻撃ですとかあとはまあその侵入した後情報を盗んで,ですねその情報をまあ暴露するような攻撃といったものが実際今回の まあ、ウクライナの危機の,の裏で、まあ、起こっているということが言えますうつまりもうシステムそのものを壊すサーバーを壊す、はいはい、で情報をもう全部消滅させる、はい、あるいは盗み取ってばらす、はいまあ、いろんなタイプの攻撃があるわけですね。そうですねはい まず今見ていただいたのは破壊のプログラムというのはまずその前に実はネットワーク内に侵入して潜伏してるんですね。で、えー、まあその破壊をするというふうに決まった時にその破壊のプログラムをまあそのシステムネットワーク内にばらまいて、えー、どんどんパソコンとかを破壊していくというそういった攻撃になります。あとまあウェブサーバーを落とすような攻撃になりますとまあネットワーク上の通信をそのウェブサーバーに 集めまして、まあそうするとそのウェブサーバーがもう処理ができなくなって動かなくなってしまうと、はあ、そういった集中的に何かこう情報が来るってことですか、はい。そうですね。あのネットワークの通信をどんどん集めますと、まああの例えばよくあの一般的なところでもですね、ネットワークの通信がいっぱい来るとその例えばパソコンが重くなったりとか、はいはいね、そういったことが起こると思うんですけれども、あのそれのもうよりもうすごい 通信がいっぱい来てしまってウェブサーバーがもう処理できなくなってしまう、うん、そういった状況ですねそれはなんという攻撃というんですかれこ,れこちらのネットワーク攻撃のことはです、ね、あの、まあ、d ードス攻撃といったりします、はい、は<ぁ>ネットワークの攻撃とということですねもう一般的なかなりオーソドックスな攻撃手法とというこウェブサーバーなどを攻撃する手法としてはもう定番というか常套手段ということが言えるかと思います。 その攻撃も今回、かなり双方で行われているとということですロシア側からの攻撃も行っていますし、まあえーまあ、ウクライナ側も、まあ、ロシア側の、えーまあ、政府のサイトですとかそういったものを対して落としたということが起こっていると思います。 まあ、よくわれわれもそのロシア国防省とかです、ね、政府のサイトが見れなくなってますみたいなことをよく聞くんですけれども、はい、まあそういったとって、まあ、ある意味象徴的な意味合いですよね,そうですね実際実害というのはのあ例えば、まあ、本当に表面上に見ている国防省のサイトとかは、まあ、一般の利用者が見ているだけですけれども、まあ、そこの例えば落ちたサービスサイトの上でですね例えばサービスですとかを提供していた場合はそれが受けられなくなるということになりますし、うん、あともう一つ象徴的な 的に見ると本当に、まあ、例えば国防省のサイトが落ちてしまうということは、はい、そ,のそれだけの守りができていないという,ようなことにもつながりますので、うん、まあそういった形でそのまあ一つ象徴的なあの、えー、宣伝にもなり得るとということです、はい、あとやっぱ情報発信というところですかできなくなるというか、はい、そうですか、ね。あの 当然そのウェブサイト上で例えばニュースとかを上げていた表明アナウンスとかをしていた場合にはそれができなくなるんですけれども今回ウクライナの場合はですね結構あのまあその例えばゼレンスキー大統領とかは S 既存の SNSFacebook でですねフェイスブックとか Twitter こういったものを使って情報をどんどん発信しているのであのまあその正,式正規のサイトが落ちたとしてもそこまでの大きな うん、え問題になっていないんじゃないかという、ね、逆にまあそういったその正規のサイトみたいなのを落とすとよりゼレンスキー大統領のツイッター上での発信がまあネット上で目立つというか拡散、はい、しやすいというか、はい、そういった相対的な意味合いも出てくるそういう意味ですとウクライナ側は非常にその情報戦というものをうまく行っているのではないかという、ね、さすがにロシアのサイバー部隊なんかもゼレンスキー大統領のツイッターを攻撃するというか、はい、ツイッターのシステムを落とすことはできないんですか。ら多くの通信 を受け付けているサイトですのでそういった意味ですとふ普段からそのネットワーク攻撃を受けているというかそのネットワークのえー攻撃の耐える量が非常に大きいんですね<ー>ですのでそこに対して全部をもう使えなくさせるような攻撃とはなかなか難しいということになるかと思います、ね、ツイッターに DDoS 攻撃は一部分だけとかは壊せるかもしれないんですけども、はい、全体としてもう全く見れなくするとかそういうことはなかなか難しいんじゃないかと思います、ね、ツイッターというのはそれだけ逆に言えばディフェンス強いということですか。 そうですね。まあ本当に全世界でこう提供しているサービスですので、<は>そこの部分は非常に強くなっているという。はいはい。ロシアでもなかなかそこはできないというところだと思うんですが、はい、今までのこのサイバー空間での戦況ですね。はい、実際のその兵士が戦っている戦場では、まあ、ロシア軍がなかなか攻めあぐねている。はい、ウクライナ軍相当粘り強く戦っているという,うに言われてますけれども、はいはい、まあ、ロシア軍これ能力意外と低いんじゃないかというような見方も一部あるようなんですが、はい、サイバー空間上での戦いというのはどうなっているんですか、はい。そうですね。サイバー空間でも、えー、まあ、先ほどの破壊のプログラムとかを送り システムを壊そうというようなことが行われていますけれども。はい